はい、バーディー代表の中澤です。うちのお店はカラーにすごくこだわってるんですけど、カラーの教育にもすごくこだわっていて、今日のモデルさんがブリーチ1センチしか伸びてないっていう、あの1センチのブリーチのリタッチというのをやるんですけど、それに関してもあのブリーチのリタッチをどれだけ簡単にできるかということで、ブリーチのリタッチ自体をあの薬剤のスペックやあの塗布方法などそういう形で簡単なものにするという、あの失敗しづらいブリーチのリタッチという方法をやらせていただきます。はい、今日は、高明度での、 あのブリーチのリタッチをしていきたいと思います。結構まだ伸びが1センチぐらいで、あの明度も高くてちょっとこう難しいブリーチリタッチになると思うんですけど、それを失敗しづらいように簡単なやり方であの薬剤を使ってやるというテーマでちょっとやらせていただきたいと思います。で、色味に関してはちょっと寒色系の紫っぽいシルバーを、やらせていただきます。で、ちょっとベースを見ていただくと、結構まあもう白っぽく抜けてるベースなんですけど、伸びがまあ1センチぐらいとかで、ちょっと甘い部分があって白っぽい部分がある。これをやっぱこう塗るってなると結構まあ怖いなって思う人結構いると思うんですよね。これって要はまあこうね、ここに伸びてしまうと切れてしまったりとか、結構繊細な塗布が求められると思うんですけど、すごい繊細な塗布をするっていうのはもちろんそうなんですけど、あの例えば塗布をちょっと失敗してしまったとしても大丈夫なような保険をかけた薬剤選定にすることによって塗布の、あの難易度を下げるっていうのがまず大事になると思うんですね。なので今日はその薬剤の選定の仕方と塗布の感じをちょっとやっていきたいと思います。モデルさんの毛質見ていただくと、まあ、かなり細くて柔らかくて、まあ、多少やっぱ毛先にダメージとかもあるので、まあ、なるべくダメージさせないように切れ毛がないようにしたいなという髪質ですね。はい、では最初に前処理からしていきます。今回はブリーチはリタッチだけなので根元のリタッチ部分は CMC だけをつけるんですけど、あの中間部分にあの PPT をつけることによって、まあ、万が一ブリーチがついてしまった時の保護剤になるので、そちらから先につけていきます。特に顔周りとかは切れやすいんで入念に。では早速ブリーチ塗っていきます。まあ、本当に見たら分かると思うんですけど、まあ、1ヶ月分ぐらい全然伸びてないという感じなんで、まあ、でもこの周期で来店される方っていると思うんで、これを本当に塗るのって結構怖いと思うんですね。でこれを例えばアシスタントに塗らせなきゃいけないかもしれないし、結構こう時間がない時に塗らなきゃいけないかもしれないので、薬剤の方を多少伸びたとしてもリスクのないっていうものに変えて塗っていきます。でまずこの前回ブリーチのリタッチの部分があると思うんですけど、まずこの新生毛のところを仮塗りで塗っていきます。で塗る、まあ、細かいんですけど、この塗る方向なんですけど、そのなんていうんですかね、 こっちの奥側から顔周りに向かって塗っていく方がいいなと思ってて、その要は顔周りの方が切れやすいですし、あのどうしても気になるんで、あのこっちから塗ってちょっと顔周りの方の塗布量が薄くなるように塗ってってあげます。そうすることで顔周りにつきすぎることを防げるんで、本当になるべく薄いスライスを取ってあげた方がいいかなと思います。スライスが厚いと、まあ、裏側についてないとか、あのオーバーラップしてしまう原因になるんで、ここの仮塗りに関してはあのとりあえずオーバーラップしないっていうことの方が大事かなと思います。ちょっとずつ薄くつけていきます。でファイバープレックスのブリーチって、なんかその僕の印象で言うと
すごいこう、まあ、優等生というかめちゃくちゃバランスのいいブリーチだと思ってて、まあ、そう言われることって結構多いと思うんですけど、まあ、その抜けもいいですし粘性とかもまあ塗りやすいですし、スピード感もなんかこう早すぎず遅すぎずというか、まあ、非常に使いやすいブリーチなんですよ。それとクレイブリーチっていうそのもっとこう優しいやつがあるんで、そこを混ぜ合わせて自分の中で失敗しないスペックに変えてあげることによって、もう塗布自体を簡単なものに自分でしてあげるっていうのが大事だと思うんですよね。この難しいまま塗るというよりは、どれだけその失敗を減らせるような薬剤でいけるかっていう考えるのは大事かなと思います。でこの辺のもうその下に生えているところというか根元につきやすいところは裏側だけ塗った方がいいかなと思います。表側塗っちゃうとどうしても地肌についちゃうんで、あの今日のモデルさんはまあ染みないっていう方なんですけど、染みる方とかだとあまり頭皮にもつけたくないので、ちょっと この辺は裏側でつけていきます。でファイバーブレックスのブリッジって本当に染みないって言われるんですよね。それがすごいいいところだなと思ってて、もし染みやすい方とかはファイバーブレックスのブリッジ塗ってあげると、これだったら染みないって結構言われるんでおすすめです。でこういう感じなんですけど、でここ、まあ、今甘いじゃないですか。で顔周りも甘いんですよ。全然塗ってないんですね。で僕これで最初の仮塗りはいいと思ってて、ここ切れやすいし抜けやすいんで、あのチェックの時に塗れば追いつくし、なんかこうブリーチ塗ってての失敗って上がってないよりも切れるだと思うんですよね。だからその上げることよりもとにかく切れないっていうのを考えて自分の技術を構成していった方が失敗しないかなと思います。で反対側に塗ってきます。で前髪がちょっとある方なんで、前髪はちょっとこう別で塗ります。これ前髪も一緒に塗ろうとするとあのオーバーラップの原因になるんで、まずはこっち側だけ塗ってきます。でなるべくこのハケの先だけを使って塗っていく感じですね。あんまりこの段階ではコーム部分を使わないで汚さないで塗ってきます。どれだけあのハケを汚さないで塗るかっていうのにこだわってるんで、ここはもう多少スピードをある程度重視してもいいかなと。仮塗りはそこそこざっくり塗ってチェックで完璧に仕上げるっていう感じの構成が僕は多いですね。でも本当に毛の細い方っていうのは顔周りがどうしても切れやすいんで、もう攻めないですね僕は。ただこうすごい気になるっていう人もいるんで上がってないと、そこはちょっとバランス見ながらなんですけど、僕はもう切れないぞっていうのを優先して塗っていった方がいいかなと思います。ファイバーブレックスのブリーチはそもそもまあもちろん切れづらいっていうのはあるんですけど、そこら辺のスペックにも正直塗布が助けられるんで、こういうリタッチにも向いてるかなと思います。でやっぱオーバーラップしたくないこういうものなんで、ちょっと粘性とかもこうコントロールしたいんで、固めの方が塗りやすいとかだったらちょっとオキシを固めにしたりとか、回数をちょっとこう少なくするとかで調整して、自分の塗りやすいように薬剤をまず作るっていうのがすごい大事だと思ってて、難しいんだったら薬剤の方で工夫すればある程度こう技術ってカバーできるんで、難しい状態のまま塗り始めて塗布ですごい頑張んなきゃいけないっていうまま塗るよりは、薬剤にちょっと助けてもらうっていうのは一つの手なのかなと思います。でこっちのチェックの時にここがちょっと甘いのをちょっとこうオーバーラップというかちょっと多めにこっちから取ってカバーします。僕は
この辺はね本当に特に後ろって普段のこう、まあ、寝る時の摩擦とかもあるんでより切れやすいんでもう慎重に、特にやっぱブリーチリタッチで切れやすいところとかその日々のダメージが蓄積してこう切れたら困るところとかってやっぱ表面だと思うんで、表面よりこう薄めに取って丁寧に塗っていった方がいいと思います。表面ってしかもそのカットの性質上どうしてもこう厚みがあることが多いんで、こうやってじゃあ塗っていった時にこうやって塗っていったと思っても、まあ、裏側意外と塗れてないんですよね。裏側はちゃんと塗れてるかっていうのを見なきゃいけないんで、この表と裏をこうハケで表取ってこうなんかどっちもこうやって取って表塗ってこう裏も塗るみたいな、両方の部分をこうやって使っていくと塗り漏れがちょっとカバーできますね。でここをこうやって塗りながら、まあ、前回ブリーチをして自分がしてたんだったらまあ分かると思うんですけど、見ながらなんかこうベースをこうどこが甘いなとかどこがちょっと抜けすぎてるなとかこう塗りながら思うと思うんで、ここでちょっとこう今日のブリーチのプランとかを若干修正しながら一旦こう根元の新生毛を塗って中間を伸ばす時の薬のスペックとかを考えるんですけど、割と中間がこのつなぎがちょっと白くなってる部分があるので結構こう塗布をそこまで伸ばしすぎるとリスクがあるなっていうのがあるので、その今日のまあブリーチのプランとして一番の失敗は何なのかっていうのってあると思うんですけど、今日のカラーオンカラーとブリーチの施術に対しての自分の中で一番ちょっと起きてほしくないなっていうのはこの白い部分まで伸びてしまってそこが断毛してしまうっていうのがまあ一番良くないなって個人的には思うんで、それが起きないような薬剤塗布のやり方とスペックで塗っていきます。正直こう根元上がりが弱いなとかって、まあ、オンカラーで正直ちょっとカバーできるチャーできるんで、髪が切れちゃったらどうにもできないですけど、こう抜けが甘いとかそういうのは今日のオンカラーと、まあ、もしくは次回の施術の流れで、あ次回はここまで伸ばして綺麗にしようねって言ったりすることもできるんで、なんか自分の中でこうどの失敗のリスクを排除する施術をするかっていうのはやっぱ考えた方がよくて、あなんか根元も上げなきゃみたいな、中間もオーバーラップしないようにしてすごい綺麗にしなきゃっていうのだけ先行するよりは、まあ、失敗を防いでいくっていうやり方の方がなんか結局お客さんを満足できる確率は上がるのかなっていうのは思ってます。やっぱ塗布が非常に上手い人ばっかりじゃないんで、僕はすごく器用なタイプではないので、そういう薬剤選定とかこう、まあ、やり方の考え方とかで失敗をすごい減らしてやるようにしてます。その方がまあアシスタントとかへのこう教える時とかもまあ全員できるやり方であるので、結局こう選ばれし人しかできない塗布方法とかそういうやり方ってあんま良くないと思ってて、誰でもできるやり方をファイバープレックスのブリーチを使ったらできると思うんで、今日のブリーチなんですけどファイバープレックスの普通の青いブリーチに対してグレイブリーチが4対1です。
まあ、ちょっとクレイブリーチで減力させてるっていう感じのイメージなんですけど、ファイバーブリックスのブリーチって、まあ、別にそこそこやっぱもちろん抜けるんで、どうしても中間が白くなっちゃったりとか、そういうやっぱリスクがまあなくはないので、それをクレイブリーチをその4対1で混ぜることによって、それはかなり軽減されて、かといって根元も抜けるっていう、すごい使いやすいので、ブリーチリタッチの時はクレイブリーチをちょっと混ぜてあげるとめちゃくちゃ使いやすくなります。荷材は 6% です。で、ここからチェックを塗ってきます。僕は結構こう持ちやすいようにこの辺をざっくり一回分けてしまって、3個ぐらいのブリッキングをこう分けて、コットンで使わないようにしながら塗っていきます。その自分の塗りやすい状態でやっぱ塗ってあげるようにしてる、塗るっていうのが大事かなっていうのがありますね。このぐらいの桁は全然こうやって持てちゃうんで、これでこのまま持ち上げて塗れます。やっぱ持ってあげた、オンベースに上げた方が根元もつかないですし、均等にオーバーラップせずに塗りやすいので、なるべく持って塗る方がいいですね。だから持ちやすいような感じになるべく持ってってください。で、まあ、ペーパーとかをもちろん使う方っていると思うんですけど、ペーパーってまあもちろんこうメリットもすごくあるんですけど、やっぱリスクもあるなと思ってて、やっぱちょっとパワーが上がっちゃうんだよなっていうのがあって、こういう本当にちょっと伸びたらやばいなみたいなベースに対してペーパー使っちゃうと、パワーが上がりすぎて逆に白飛びしちゃったりとかするなと思ってて、なんで今日はコットンを使います。で、全部にもちろん挟んでいってもいいんですけど、そうするとまあもちろんこう手間がかかって時間がかかったりとか、そのコットンがいくらあっても足りないよって話になるんで、必要な箇所にだけ僕は塗ってきます。この頭の傾斜があると思うんで、そこの傾斜に対して塗っていきますね。この鉢から上のとことかはやっぱりどうしても切れやすかったりとか、切れたら困る、まあその鉢から下が切れたら困んないわけじゃないんですけど、より切れやすくてデザインの中心になる部分に僕は結構コットンはこうやって挟んでいきます。で、コットンって水分を吸収するんで、なんかそれもこの分の厚みがあって根元につかなかったりとか、オーバーラップがすごいしづらくなるんで、こういう本当に全然伸びてないよねっていう人とかはコットンが向いてるかなと最近は思ってます。根元を浮くんで、全部がこうやって熱が溜まりづらくなって変に白飛びしちゃうとかがなくなるんで、そのリスクをちょっとずつこう排除していくって感じですね。で、この塗る順番に関しては、まあ、最初フロントから塗って、その逆からチェックしていくことが多いです。で、ブリーチ2カップ作ってもいいかなと思うんですけど、そのもちろんこうパワーが下がっていっちゃうんで、スピードがある程度あれば1カップでこう逆に塗っていけばある程度揃うんで、逆にここで作り変えちゃうと底が抜けすぎちゃったりとかするんで、僕は1カップでいっちゃいます。た
ただ塗るのに結構時間かかりますよって人とかはカップ2つ作ってやってもいいかなと思います。反対も同じように塗っていきます。はい、では最後のフロントのパネルを塗っていきます。でフロントはまあやっぱ一番切れやすいというか怖いところなんでちょっと丁寧に、でそんなにここを時間かけて塗ってもそのパネルが薄、もともとそんなに毛量がある部分ではないのでここで結構時間を僕はかけたい派ですね。まずちょっと枠取りというかしていきます。で顔周りの毛だけはやっぱハケで塗ると僕結構ビョンってなるのが嫌なんでこの手袋を使ってちょっとこの状態でちょっと縫います。でもうあとはコームは溶かさないでこう手でちょっとこういう感じですね。ちょっと手を使って調整していくって感じですね。こういうところここら辺も切れちゃうぐらいだったらちょっと甘いぐらいの方がいいなって僕は思ってます。切れやすいんでただでさえ切れやすいところを何でも優しくいただきます。でもう言ってあげてもいいかなと思います。ここはちょっと切れやすいんでちょっと甘めに塗ってますとか言えばこうクレームになるようなこととかもないと思うんで切れてもいいんで塗ってくださいって人はちょっと僕の今までサロンワークしてていなかったんで多分怒られないと思います。結構ここ甘めに最初塗ってるのもあるんでこことか全然最初まだ上げてないんですけどこれを別にチェックで追いつかせます。でクレイブリーチが入ってることによってそのゆっくりなんでそんなにムラにもなんないんでちょっと塗るのに時間かかるって人でもそんな怖くないですね。中間が抜けすぎないよっていうのプラスちょっと時間がかかってもリスクが減るっていうのでメリットがもう一個あります。なんでスペック的にすごく塗りやすくなってるんでそのファイバープレックスブリーチとクレイブリーチ4対1っていう組み合わせがすごく塗りやすくなってるんで、まあ、リタッチ塗るの苦手だなって人でも結構難易度下げれるかなと思うんでちょっと一回やってみてほしいですね。粘性的にもすごく塗りやすくなるんでおすすめです。こういうとこはちょっとハケで細かくやってに染みづらいブリーチなんでそのブリーチのリタッチは結局染みるからやりたくないですっていう人とかも少なからずいると思うんですよね。痛いんでやめようかなみたいなそういう人とかにもう本当に痛くないって言われるんでお客様側からのストレスも結構少ない気がします。見ないでしょ、うん、こういうのいらないかもしれない、でも上の方はコットンを丁寧に挟んでワンパネルずつでこのコットンが後でちゃんと生きてくるんで後でまたそれに関しては解説します。でこれがこうやってちゃんと潰れないことで適度に空間が空いてこう部分的に抜けすぎるとかもないですし頭皮についちゃうっていうのを防げるの で例えばこうまあなんていうんですか水っぽくなっちゃう人とかブリーチしていると思うんですけどそういう人の時も水分をこう保ってくれるんで
いろんなリスクをコットンは軽減してくれます。で、この前髪なんですけど、本当は前に下ろしたいんですけど、前に下ろした方がちゃんと放射線状にした方がちゃんと抜けよくなるんですけど、やっぱこう邪魔だと思うんですよね、お客様の。だから僕は結構これ後ろにやっちゃいます。これはなんかこう雰囲気とかでもちょっと変えちゃうんですけど、邪魔にならないようにお客様の後ろにやっちゃいますけど、どうしすごいハイトーンとかで前髪ちゃんと抜きたいなみたいなリタッチの時は下ろして塗ってあげた方がいいですけど、今日はどっちかっていうとこうリスクのない塗り方をあえてやらせてもらってるんで、ちょっと邪魔にならないようにさせてもらってます。こういう細かい毛塗りたいんですけど、めちゃめちゃこう切れるんじゃないかなとか思ったら、本当にちょっとですね、この前髪の内側なんて前髪ある人ほとんど見えないんで、そこのリスクを取る必要はないかなと思います。これで塗り終わりで一旦放置します。これでラップした状態で10分から15分ぐらい時間を置かせていただきます。だいたい15分ぐらい置くことが多いんですけど、まあ、抜けが早い可能性もあるんで、まあ、初めての方とかだったら抜けるスピードわかんないんで、一旦10分でチェックするっていう感じでいいと思います。今、10分ぐらい放置した状態です。でこの後、チェックしながら中間の前回ブリーチリタッチをしたと思われるちょっと上がりの甘い部分まで伸ばしていってつないでいきます。最後チェックが終わったところここなんで、今度はここから塗っていきます。この塗った順番にこうなんていうんですかね、ここを一番最初に塗ったらこう塗ったらこう塗ってみたいな、それをこう反対にしていくことでなるべく塗布のムラをスピードのムラをなくしていくっていう感じですね。このちょっと甘いところまで伸ばしてあげます。これ、まあ、甘いところっていうかわざとこうしてるところだと思うんですけど、ここの部分までここまでバシッと上げてしまうと、こういう髪質だと次以降のブリーチリタッチでどうしても切れちゃうんで、こういうつなぎの部分っていうのを残しておいてあげると塗布の難易度がめちゃめちゃ下がるんで、こうしてあげた方がいいですね。でこの前回のもこうコットンをこのまま利用するんで、スライスを新しく取る必要がないので、この幅のままやっていきます。これはもうチェックしながら前回のこの部分まで伸ばしていってあげるという感じですね。で薬剤に関しては根元の薬と一緒です。まあ、ここ弱めるっていう考え方の方ももちろんいるとは思うんですけど、まあ、チェックもちょっとしつつっていう感じになるのと、ここはもう中間塗った後はそんなに置かないんで同じスペックでいって合わせます。理想で言えば根元がちょっと甘い状態でこの中間と毛先がつながってるっていうのが今日の理想の状態ですね。そうすることで次以降のブリーチのリタッチもまあもちろんしやすくなるんで、ここまで一応次以降のことをまあ考えてやってあげるっていうのが大事なんで、今日ぶち抜いてベース1個にして次以降リタッチで切れちゃうじゃんっていう状態にしないっていう、今回だけじゃないんでずっと担当するぞっていう気持ちを持って組んであげないと良くないと思うんで、コットンがあることによってこのまま塗っていけるんで塗布がすごく楽になります。コットンを最初挟んだことで時間かかったなと思いきや、ここで全然時間がかからなくなるんで、意外とトータルの時間で言うと何も使わないのと変わんないような気がしますね。ここでの負担がかなりなくなるんで、そこのついちゃったりとか、ここら辺の最後でちょっとここら辺を僕は詰めます。全く上がってないってなるとやっぱちょっとさすがに塗り残しっぽくなるんで、でもここから塗布して数分の間にさすがに切れたりは
しないと思うんで、ここで最後ちょっと上げます。これをまたここを利用して下ろしていきます。こっちですね。なんでここももうあんまり伸ばさず、ちょっとなじませてって感じですね。ちょっとこのまま、最後まで塗っていきます。はい、ではチェック最後のパネルに入っていきます。ま、基本はもちろん一緒なんですけど、そのもちろんこうさ最後に塗ってるところなんで、この上がり具合のムラが出ないようにペースをちゃんと調整してで、ちゃんと表と裏から塗ってあげるのが大事です。表塗って塗り終わったぞって言うとやっぱ裏塗れてないってなるんで、ここをちゃんと表と裏で挟んであげることによってしっかり裏のないベースを作ります。で、この2度目の、まあ、チェックというか中間を塗ってるって感じなんですけど、この作業でがすごい大事で、結構その新生毛と前回のリタッチ部分を一発で塗っちゃう人っていると思うんですけど、そうすると絶対中間白くなっちゃうんで、この工程を2個に分けるのってもちろん手間だとは思うんですけど、やっぱ髪のことを思ったら絶対やった方がよくて、中間白くなっちゃうんですよねって相談されること多いんですけど、まずその自分でそれを作っちゃってる可能性があるんで、ちゃんと新生毛を塗って新生毛を上げてから前回の部分を塗ってあげるっていう、この2工程をしっかりやってあげると。で、それに対して塗りやすいスペックの薬剤を自分で作ると。そうすれば塗布って難しくないんで、なんか難しく自分でしちゃってる人っていると思うんですよね。僕もそんな新生毛と中間を一発で塗ってくださいとか言われたら、まあ多分新生毛上がってないのに中間抜けちゃうってことになっちゃうと思うんで、まず自分の塗りやすい状況を作るためにいろんなものを整えてあげるっていうのが大事であって、技術ももちろん美容師にとって大事なことなんですけど、そういう薬剤知識とか剪定とかっていうのも大事な技術の一つなんで、そこでカバーしてあげるっていうのは全然ありなことなんで、こんなに優秀な薬剤が世の中にいっぱいあるんで、そこに頼ってクオリティの高いものを作れればそれでいいと思うので、今日はちょっとそういうのも見せれたらなと思ってます。で、この下まで塗ったらまた上に上がっていく感じですね。あんま伸ばすってよりはちょっとこう整える感じですね。一回上に上げちゃってるんで、このままだとちょっと溜まっちゃったりしてるのを慣らす感じですね。ちょっと甘いなっていうところを直しながら、で、この収まりもちょっと放射状、こことかっていうよりはこのちゃんと落ちる位置にきれいに収めてあげた方がもちろんきれいに塗れます。なんでそうするためにはスライスがちょっとこうなってたりとか、自分の立ち位置をどこに置くかとか、まあ、もちろん後ろに立ってたらこうなってここが伸びてしまいますし、ちゃんとこのここに対して真ん中に自分が立ってハケを真ん中に置いてっていう当たり前のことを当たり前にやれば綺麗に塗れていくんで、道具とか立ち方とかそういうところからちゃんとやると、こんなすごい難しそうなブリチリタッチでもちゃんとつながるんで、これで塗り終わったので5分から7分ぐらい置いてちょっと様子を見て流します。今塗り終わって10分放置しました。なのでちょっとチェックしてきます。まあ、最後に塗ったところを見て最後が抜けてるかをちゃんとチェックします。で、まあ、根元上がって中間もつながってるんでこれで流します。
1センチのリタッチが塗り終わりました。で、状態を見てもらうと分かるんですけど、まあ、根元が少しこう甘めに抜いてて、でこうこっちに向けてこう抜けて、すごく白飛びしてるとかもなく、断毛もなく繋いだっていう感じですね。で、ここに根元が少し甘く残しておくことによって、次以降のブリーチのリタッチの時にここまで伸ばすんで、そのまま切れずにブリーチをし続けることができるので、この状態がまあ結構理想かなと思います。1センチのブリーチのリタッチってあまり伸びてないと塗布が難しいと思うんですけど、その塗布を簡単にするような、まずブリーチのスペック作り、それとそのコットンのような、あの自分が塗りやすくなるようなツールを使って、自分が塗りやすい状態をしっかり作ってあげるっていうことで、それに対して正確な塗布技術と工程が乗ってくることによって、あのムラのない形で断毛のない綺麗なブリーチリタッチをやるという技術を今回やらせていただきました。本日は難しい1センチのブリーチリタッチを、ファイバープレックスとクレイブリーチをちょっと合わせて、扱いやすいスペックにして、難しい難易度 のブリーチリタッチ自体を薬剤の調整や塗り方のなどの工夫で、塗りやすいブリーチリタッチにして塗るという方法をやらせていただきました。これは塗布技術が上がらなくても明日から取り入れられる方法だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。